風邪の症状に加えて発疹が出るのが特徴です。そして重症化すると肺炎や脳炎など重篤な合併症を引き起こすこともあり、乳幼児などでは命を落とすケースもあります。だからこそワクチン接種が推奨されるわけなんですけれども、年齢によって子どもの頃に接種した機会が異なること、お二人ご存知ですか？私はそもそも何回接種したかわからない、覚えてなかったので、母に聞いたら1歳と13歳の時の2回打ってました。はい、私も2回打っていて、私小学生の妹がいるんですけれども、妹も2回も打ってました。はい、公費負担、つまり無料で2回接種する機会が徹底されたのは2000年4月以降に生まれた23歳以下の皆さんです。で、23歳から51歳の方は基本的に接種回数1回だけなんですけれども、先ほどの日野さんの話にもありました、平成20年4月から平成25年3月にかけては中学1年生と高校3年生を対象に追加の接種が実施されました。実はこれ私もなんですけれど、日野さんは2回目を中学1年生で、私は高校3年生で2回目を打ったということになります。で、一方で1972年9月以前に生まれた方々、51歳以上の皆さんはワクチンを全く接種していない可能性があるんです。ワクチンは1回の接種で 95% の方が免疫を得られると言われていますから、1回でも打てば感染のリスクを大きく下げられることになります。ワクチンは1歳になったら1回、就学前の年長時に1回接種することが推奨されていますが、2022年度の1回目の接種率は福島県は 92.5% で全国で40番目に低くなりました。マジか、私受けてないです。来週受けます。そうですね、なんでちょっと、はい、打っといた方がいいかなと思って、はい、一方過去に接種したかどうか記憶が曖昧な方もいました。この年、この年っていうか、受けなくてもいいかな、ずっと続けて、うがい手洗い、そんな感じですけど。私のおばあちゃんの世代が打ってないみたいなので、そこがちょっと心配かなって。またコロナみたいになったら嫌だなって思いが一番強いです。ワクチンは指定の医療機関で予約をすれば打つことができるのですが、東京都内の病院などでは品薄になっているという情報もあるということなんですね。で、ワクチンを打っていない世代の接種希望者が急増してしまうと、必要な世代に行き届かなくなる恐れも考えられます。こうしたことから福島こもれびクリニックの河合院長は、まずは医療機関で血液検査などを行い、抗体があるかないか、これを調べた上での接種を進めています。